グレイジャンボは1999年に日本航空が運航していたボーイング747特別塗装機の名称である。一般にはグレイジャンボと表記される。グレイジャンボ J8170 ボーイング747から146バイト、主ドロックバンドのグレイは1999年に大規模なライブイベントグレイエキスポ99サバイバルを開催し、 その際に、JAL が、エキスポのオフィシャルエアラインとなったことで、そのタイアップと JAL の羽田函館線の就航10周年、記念事業の一環として、コンサート期間前後にグレイメンバーの姿をボーイング747から146倍と、ト、主ドの機体に、カッティング方式で塗装した、グレージャンボーを就航させた。就航先は、グレイメンバーが、函館市出身ということから、 北海道便が中心となっており、1999年7月1日から7月15日までは、羽田札幌線で、同年7月16日から8月31日までは、羽田函館線で運行していた。本来は、夏休み終了とともに運行を終了する予定であったが、グレーファンや航空ファンからの反響が大きく、その後、同年9月15日まで、特別に、 関空発着路線をはじめとした国内線で延長使用をすることになった。機内では登場記念としてグレージャンボの飛行姿を模した専用ポストカードが用意され、またグレー柄の紙コップやクリアファイルの提供もあった。機内 FM ではグレーの曲がパワーチューンされていた。またグレージャンボの縮小モデルの模型など特別グッズの販売も行われていた。 離陸するグレージャンボ JA8170 ありがとうございます。